ルッシュオコトルシマールダ・シューバ・フェレーラは、ブラジル・ブラジリア出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。SC インテルナショナルで頭角を表し、2000年にドイツのバイエル・レバー空前への移籍を果たした。2001から02シーズンのチームの上位進出に、積極的な攻撃と守備で貢献した。レアル・マドリード相手に敗退し準優勝という結果に、終わった。 UEFA チャンピオンズリーグ決勝でも、ベルントシュナイダーのフリーキックから、同点ゴールを決めている。レバー空前では強烈なシュート力を生かし、直接ゴールを狙える、長距離のフリーキックを任されることもあり、実際に得点を決めたこともある。2002から03シーズン以降レバー空前は成績を落とし、ルシオには、 国内外のビッグクラブへの移籍話が尽きなかったが2004年7月1日にドイツのバイエルンミュンヘンへ移籍したバイエルンでは監督や戦術の変更が何度もあったがレギュラーとして DF ラインを支え続けたバイエルンでは副キャプテンを任され時にはキャプテンマークをつけることもあった2008から09シーズンの終盤には怪我人が出た影響から 右サイドバックで起用された。バイエルンではブンデスリーガで145試合に出場し、2冠を3回達成した。2009年、フィファ・コンフェデレーションズカップを戦っている最中に、バイエルンから突然戦力外通告を受け、7月16日にイタリアのインテルに3年契約で移籍した。2012年7月4日、インテルとの契約を解消して、最大のライバルである、 ユベントス FC に2年契約で移籍が決定した。しかし、出番に恵まれず、12月17日に契約解除し、母国のサンパウロ FC に移籍。2015年6月7日、インドの FC ゴアへ移籍した。2017年12月7日、SE 釜へ移籍した。2018年4月16日、ブラジリエン FC へ移籍した。2020年1月29日、 現役引退を表明した。2000年、シドニーオリンピックに出場。日韓 W 杯予選時、ルイス・フェリペ・スコラーリ監督の戦術と噛み合わないとの批判も受けたが、結局は本大会までレギュラーを守った。本大会でも3バックの右として、ラインを統率し、ブラジル5度目の優勝に貢献した。準々決勝、イングランド戦では、 エミール・ヘスキーからのロングボールをゴール前で対処ミスし、マイケル・オーエンに先制点を献上したが、ブラジルが逆転した後も集中力は途切れなかった。決勝のドイツ戦では、相手をフェイントでかわしてシュートまで持ち込んだ。ドゥンガ監督に代表のキャプテンに指名され、フィファ・コンフェデレーションズカップ2009決勝のアメリカ戦で決勝点を挙げるなど、優勝に貢献した。なお、 ルシオは経験なクリスチャンとして知られ、このコンフェデレーションズカップには慈悲で神父を帯同させた、インテルでプレイするルシオ。ありがとうございます。